ないですよね。いや、うまい、ほんとこれうまい、うん、やばい。うわぁ、きれい、おいしそう。全然違うね、うん、何のためにローファイターを食べてたらいいんだ。はい、先輩、今日はあの、はい、武蔵小山まで、はい、ありがとうございます。とんでもないです。はい、今日は期待してください。いや、もう期待大ですね。もう大以上に期待していただいてもいいと思います。嬉しいですね、嬉しいですね、はい、例のあの太田和彦さんの、はい、あの、はい、居酒屋探訪番組でこの辺のお店もう1週間ぐらいかけてしらみつぶしにロケハンして、はい、歩き回ってようやくここしかないっていう見つけたお店です、はい、北陸からね、富山、金沢、能登、あの辺からあのいい、ね、直送で毎日来るんですよ、新鮮な、まあね、美味しい魚いっぱいあるしね、向こうは、うんうん、強力なルートがあって、そこからあの朝どれのやつがそれを味わえますから、はい、楽しみです、本当に楽しみです、はい、一緒にでは、はい、参りましょう、行きましょう、はい、夢弾ませて。武蔵小山っていうとパルムね、商店街が有名ですけども、こちら側のねしっとりした感じもねいいんですよ。こっちからこう野球部の練習の音が聞こえて、林子の森公園って、はい、日本の林業発祥の地って言ってもいいぐらいな、自然豊かな公園があって、自然公園、もう林業研究の発祥地と、すごい広くて、樹齢100年とかっていう木の木があったり、これもね意外とね知らないんですよね、みんなね、うん、これから行くテリアさんはミシュランの星じゃないんだけど、はい、うん、ビブグルマンっていうのあるの知ってます？いや、知らない。星はつかないんだけど、5000円ぐらいで、うん、すごく美味しいお酒が飲めて料理も素晴らしくてっていうのをビブグルマンって言ってね認定してるんですよ、ミシュランのガイドブックの中に。それに2015年と16年だったかな、2年続けて選ばれてる、掲載されてるお店なんです、うんうん、これを左に行きます、はいはい、平和通り商店街っていう昔ながらの商店街です。もうこの時間で車がほら通行止めになってるんで、午後3時から午後7時まで、あちこちでね、うん、こうやってね道路のど真ん中に自転車を止めちゃうわけですよ、うんうんうん、もう真ん中にダーってみんな止めてて、まあ帰って邪魔にならない、邪魔にならないからね、店前が邪魔にならないからじゃない、うん、ほらみんななんか地元の人がこうね買いに来るんだよね、美味しそうだもんね、うん、ここです、魚と炭テリアさん、赤いのれんがね、ご主人がシャイなんかな、え？テリア予約してますんで入ってください。こんにちは、どうも、失礼します。ご無沙汰してます。どうも、お邪魔してます。山田さん、どうもご無沙汰してます。すみません。長々と来ることはできませんで、すみません。まあコロナもありましたですからね。はい。今日よろしくお願いします。お世話になります。はい。金沢市場ですよね。中央市場です、金沢。この2つがメインです。いただきます。お刺身、お刺身来ました。うわ、ありがとうございます。早い、左から、はい、アオリイカを3枚と、はい、アオリイカ、はい、コショウダイ、コショウダイ、これ両方とも富山ですね、はい、インドマグロ、赤身とアラシタ、脂乗りのいいところですよね、はい、で次がアジ、アジ、はい、アオリイカから、アオリイカ、イカの最高峰と言われる、そんなのおんないんですよ、あそれちょっとダジャレがたまに出る男ですけど、うん、はい、アオリイカ、イカはアオリイカに限るね、コショウダイ、うん、一緒に行っちゃう、コショウダイ美味しい、鮮度良すぎるぐらいね、うん、取り込みですね、長いより優秀かもしれないね、はい、うん、アワハギを30分だけ昆布締めにして、で薄
早速元芸にして肝のポン酢かけたこれがうまいんですよ肝で。うん、川崎釣りはよく行くんですよ。こういう食べ方はね初めてだな。肝がちょっとあえて。で、昆布締め。どうですか。今度俺も昆布締めやってみよう。うまいね、幸せ幸せ、ね、うまいんですよ。贅沢だよね、うん、朝金沢の市場でね競り落とされたやつさっきのリスト的に、うん、空輸されてさ、うんね、あっという間に食べられるわ。幸せだな。いやほんと来たかったんですよ。でもこれからいろいろね美味しくなる季節ですよね。あと魚がね。あ、そうそうお酒だよ。日本酒日本酒。はい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 。羽屋行きます？林と羽屋で。はい。お願いします。林と羽屋。はい。羽屋。濃いね。濃い。うん。ガツンとかね。なかなか。うん。そういうのが好きなんでしょ。ガツン。ね。美味しいでしょ。美味しい。林、いただきます。フルーティー。好きな味です。爽やか。ちょっとこう華やかさっていうのかな。うん。僕はガツン系じゃないんで。美味しいです。美味しい。お、来た。うわ、来ましたよ、先輩。カマス。でかいね。でかい、肉厚。肉厚カマス。美味しそうじゃないですか。石川県の。今日ですよ、金沢市場から来た。肉厚、うん、その辺のスーパーで売ってるカマスと違いますからね、先輩。北海道誰が甘いですか。うまい、うん、うまそうな顔してる。うまいうまいうまい。あ、ほんと肉厚。肉厚、うんうん、うちの母ちゃんが焼くカマスはあっという間に硬くなっちゃうけど、すごい、やばい。やばい。違うね、うん、今まで食べたカマスは何だったんだろうって感じだね、うん、こんなうまいんすねカマスって。そうですよ、そのカマスはねちょっとね痩せてるカマス結構出回ってると思うけど、うん、あの太ってるやつほんと美味しい、うん、こんなうまいカマス見たの初めて。本当だよね、何だったんだろう今まで食べてきたカマスは。カマスじゃなかったんだよ。カマスじゃないんだよ今までって言ってたのは。ノドグロ食わなくていいから食べてくださいね。そうですね、ね、そうですね、あのノドグロ卒業しましょう。いや、うまい、本当これうまい、ね、やばい。これやばい、これ十分だよ、これ十分だわ、本当。はい、来ました、なんだっけ、ホッキ貝と花びらたけの酒蒸しです。うわー、きれい、美味しそう。ホッキ貝と花びらたけの酒蒸しですよ。いやいや、もうすごいでしょ。ホッキ貝も肉厚じゃないですか、大きくて、うん、言葉が出ないね、口の中がね磯の香りだね、うん、美味しい。困ったな、困ったね。酒もう一杯飲んじゃう。以外のこういうさ、お椀ってあんまりないよね、うん、こういう食べ方ちょっと俺、ね、このままこう生かしてもらう。美味しい。皆様ちょっと美味しいです。美味しすぎます。柚子とさ、この蜜葉とさ、うん、梅だな、肉厚だね。ホッキ貝肉厚、美味しい。これもやばい、人生最高の一杯だね。これも人生最高の一杯だね。一番だね。いや、最高。
どうしますか、我々のシリーズ。やばいですよ、ちょっと後が続かないよ。こんな美味しいもの食べちゃったら。初物ですか。初物です、初物です。嬉しいな、いい感じです。来ましたよ先輩、来ましたですよ。香箱ガニが昨日から始まったばかりの香箱ガニが来ましたですよ。打ち子ね、打ち子で外子って言って生まれる直前のこちらのチームです。言ってくださいよ先輩、初めてだそうですから、香箱ガニ食べるの。ちっちゃいけど、味は、うん、うん、味覚、濃厚、濃厚、濃厚、うん、今これ全部、全部カニで、そうだよ、全部、もちろんカニ以外のものを入れてどうするっていうのは、量期が短いから来年お正月になったらもう食べられないですからね、うん、いいでしょ、初香箱ガニ、うん、今入れてるんですけど、結構豊洲とかで買っていい値段しますよ、ね、貴重品だもん、プレミアムですかね、うん、カニのプレミアム、贅沢だね、贅沢なのにしないと、お正月食べられないのにですか、このまた味噌がうまい、今日だけでもお正月来ちゃいましたね、来たよね、さっきのあのね、ホッキ貝のお吸い物もそうだけど、クリスマスまではいけるんですか、ね、やっぱ値段が上がってくる、どんどん上がっちゃうんだ、早い、これからどんどん値が上がります、今がチャンスですよ皆様。横ばいじゃないからね、横ばいじゃないからね、うまい、あ、そう、水分が上がる、滑ったまた滑った、右側に上がり、北陸旅行したよ、新幹線で浮いた、浮いたっていうか、もう金沢まで行ったと思えば、いやー、楽しかった、楽しかった、美味しい、本当美味しい、さすがテリアだな、テリアさんだな、あ、テリテリだ、テリア、ダメです、今日もダメでした、あ、ダメです。Thank you.